どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は好き嫌いのコーナーでございます。まあちょこちょこやってますし、群青豊さんの、好き嫌いも喋ってもらいました。はい、まだまだ好き嫌いは続きます。暇があれば喋っていこうかなと思いますけれども、今回はダウンタウンです。はい、初めて人ですね。大体食べ物とか感じでしたけども、まあ、体育教師も人だったか一応ね、まあ、ダウンタウン、まあ、もう超有名、知らない人 もほぼいないんじゃないかっていう感じですけれども、好きです。はい、とてもとても大好き。まあ僕多分ちょこちょこ言ってるんで、まあ、ほとんどの人は知ってるかなと思いますけど、まあ今回その、まあ、ダウンタウンを語るというか、もうね、語り尽くせばもうどこまででも喋れます。もう一日いっぱいダウンタウンの話できるぐらい、そんぐらい好きです。はい、もうすごすぎて、なんだろう、もう尊敬の域を超えてるぐらい僕の中ではやっぱり衝撃的だったし、うん、まあ、かといってね、なんかその DVD とかさ、そういう全てを網羅したかとか、それはちょっとしてないんだけど、なんか好きな気持ちと全部網羅したとかは僕の中では比例するようでしないんじゃないかっていう、うん、そこで好き度を推し量ろうとするやつって結構浅はかなかなって、まあ、自分の言い訳かもしれませんが、まあ、僕は最初はごっつえ感じですね。もうその時で小学校何年だ、 4,5 年だったかな、まあ、すごい印象強かったですね。まあ、そっからヘイヘイヘイが始まって、まあ並行してダウンタウンデラックスとかもあったか。でまあガキの使いもまあ前からやってたけど、まあほぼ見てましたね。うん、まあ僕のその学生の頃のダウンタウンの番組を見る感覚って、笑いが保証されるっていう、絶対笑えるっていうのが僕の中であって、だから見るっていうね、それってなかなかないですよね。はい、今でこそ僕バラエティとか全然見ないですけど、やっぱり他の芸人さん、それこそテレビっ子だった時代、僕が見てた他にももちろんね、芸人さんいたし、面白い人ももちろんいるし、まあ基本的にお笑い好きなんでね、大好きなんですけど、笑いが保証されるっていう人はダウンタウンしかいないですね。うん。どんなに他の人がすごくても、明石家さんまとか、まあ島田紳、全然、面白いんですよ。面白いんだけど、絶対かっつったらそうでもない。その日によってはちょっと別に、うん、そんなに面白くなかったなっていう時はやっぱあったし、でもダウンタウンだけはね、それがないんですよ。絶対笑いが保証されるっていう、だからそんぐらいやっぱり好きですね。うん。でよくそのダウンタウンの漫才は間の取り方っていうか、その間で笑わすっていう、うん、だから昔のそのダウンタウンの前の漫才は間がなかったっていうか、もうひたすら喋るマシンガン的な感じでっていう風にまあ聞くんですよ。でだから僕はそのダウンタウンで育ってるから、本当に間とかすごい気にするっていうか、それが上手くない芸人さんだったりとか、それこそ普通になんか喋ったりするとき、他のなんかね、職場仲間でもいいですし、こう友達とかと喋ったり、こう楽しい会話をしてるときに間が上手じゃないと、なんか嫌なんですよ。だからこうダウンタウンで育っちゃったがために、そこはちょっとうるさくなっちゃったのかなっていうか、うん、素人のくせに。だから未だに、まあ今は本当テレビ見ないんですよ僕。うん、もうあんまり信用してないっていうか、テレビ自体を、テレビの情報をね。ダウンタウンが悪いとかじゃなくて、きっと見たら絶対面白いんだろうなっていうのはあるんですけど、それよりもこう家のことしたりとか、まあ家庭のこととかが優先になっちゃって、別に見なくてもなっていう、うん、本当になんか余裕があれば、まあ見てもいいかなぐらいのレベルになっちゃってね。だから今何の番組をやってるのかがあんまり分かってないです。ダウンタウンデラックスは多分やってるんだろうなとか、ガキの使いもきっと終わってないだろうなとか、もうまっちゃんで言うとこうワイドナショー、まあ、やってるだろう、ワイドナショーはまあ一時期見てたんだけど、もう見なくなりました。こんな感じですね。だから
なんつうんだろうな、まあ、昔のダウンタウンは本当にあのすごすぎて他の芸人さんと比べ物にならないって僕の中ではありますよ、感覚的に、うん、他の芸人も好きだったけどね、トンネルズの番組とかめちゃくちゃ好きだったけど、ちょっと群を抜いてるかなっていう、ダウンタウンは別物っていうか別格っていうか、そういう感覚はあります。ダウンタウンデラックスとかすごい好きだったし、でもあれはゲストありきの番組だったからなんですけど、でもダウンタウンのすごいところってどんなゲストが来ても面白くさせちゃうっていうところが僕の中ではマジすげえっていう、うん、自分たちの番組 だけだったらさ、まあ、それこそガキの使い、それもすごいんだけどね、あのフリートーク、フリートークなんて何の台本もなしにその場のノリで喋って漫才になってるっていう、いやあの発想はやっぱりもうほとんどの人が思っただろうね、松本人志はマジ天才だって、まあ、浜ちゃんもそうだけど、浜ちゃんも面白くさせるから、雰囲気を見てね、その状況を見てやっぱりあの二人がいたら最強だなっていうのを感じますけど、まあ柿之助は特に感じる。やっぱダウンタウンデラックスもそのゲストをダメにさせないんだよね、うん、悪く見させないっていうか、面白く視聴者にも面白い人だって思わせるようにうまい運びで笑いを取るっていう技、あれはちょっとね、へーへーへーもしかりです。まあ、ミュージシャンもそういう風にあの混ぜて、あれは本当にすごいなっていう。だから多分いろいろこうテレビの中でのルール化が厳しくなっていろいろ言われたりもしたんだろうけども、一番ダウンタウンは好き勝手にやらせてほしい芸人さんなんですよ、でもあるんですよね、それでこそ絶対面白いから。でもあれ、それをあんまり認めないっていうか、うん、野蛮って思う人もいるのかな、放送倫理的に よろしくないっていう風に考えちゃう時代になってしまったのか、すごく残念ですけどね。だからダウンタウンの番組に出てるゲストは多分本当に全員とは思わないけど、ほとんどの方たちが嬉しかったと思いますよ。ウィンウィンになるっていうかさ、自分たちも面白いって世間に見られるっていうか、もうそれこそヘイヘイヘイでそのシャランキューが出てきた時に浜ちゃんに突っ込まれてめっちゃ喜んだツンクみたいなさ、あんな感じ。だから他の芸人さんとかもダウンタウンに憧れてね、やって今も大活躍してる方たくさんいるし、まあすごい好きなんですよ僕は、漫才が。でもやっぱりダウンタウン、勝ち負けじゃないけどね、うん、やっぱちょっと違うなっていう。漫才もいけてバラエティもこなせて自分たちのフィールドにさせちゃってっていう、その起点の聞き方が上手すぎて、多分他はやっぱそれができないんじゃないかなって、ダウンタウンみたいな立ち振る舞い方っていうかは思います。まあ他のね芸人さんもやばいっすけどね、やばいぐらい面白いけどね、うん、です。まあ一度でいいから生で見たいですね、なんか何でもいいからもう漫才じゃなくていいですね、もう2人がこう漫才をやるっていう形になっちゃうと、まあ、それはそれで構えちゃうからあれなんだけど、自然とただフリートークしてるだけでも全然もう漫才に成り立ってるから、それも見たいなと思います、はい。まあ僕のちょっとした夢かもしれないですね、ダウンタウンに会うっていう、会ってまあフリートークを聞くっていうのが、はい。以上です。もうねこの辺でストップしますか、滑らない話とかその辺はちょっとやめときますか、はいということで、今回の好き嫌いはダウンタウン、好きでした。はい、共感される方は高評価お願いします、共感されない方は、何か言ってください。虹色音声この辺で終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。